唐松は小林秀夫の歌曲、後に合唱曲やピアノ曲へも編曲された。1972年秋、小林は翌年春に開催予定の第9回派の会コンサートのために主催者であるアルト歌手4やふ子から同会の副会長を務めた野上明を追悼するための作曲依頼を受ける。4、家から野上の意向を手渡された小林は、 その中の、唐松という詩に目を留めた。野上は、支持した川端康成の山荘がある軽井沢に足しげく通い、詩作の多くに、浅間高原の自然や小動物が登場する。この詩は野上が、1945年秋に書いたもので、あり、1959年出版の野上の小説、軽井沢物語の巻末に掲げられている。 小林は、私にとっても上州は、父方の祖先墳墓の地であり、少年時代から父に連れられて通ったから松林の、四季折々の風情が、この詩を前にした鮮やかに浮かび上がり激しい感動を、覚え、読書とピアノのための書稿を一気に書き上げた。としている。初演は百七十三年四月十四日、ソプラノイコール小林組、ピアノイコール高取敏子により行われ、 高い評価を得た。4位はこの曲のレッスンの際、突然絶句して、涙を拭ったという。以後、日本歌曲として愛称された、この曲は1976年、鎌倉女子大学教授、美野田良子のすすめにより女性合唱に編曲され、その後、混声合唱、男性合唱、ピアノ曲としても編曲され、作曲から40年以上経った現在でも広く、 演奏され続けている。もっとも実際の演奏に際して、小林は野上氏の名言に導かれて生まれた。この音楽は五千詩を前にした私に囁きかけた。人の心の深い奥底を見つめ、僕はこの曲の声のパートの始まりを遠くからやってくることにするよと。だから私は歌い出しにピアニッシモと書か,かせてもらった。しかるに、 F やフォルティシモで歌い始める奏者、奏者のなんと多いことだろう。独唱も合唱も奏者の多くは、なぜ、声の故事にしか関心がないのだろう。と、自らの意図からかけ離れた演奏が多いことを嘆いている。表題曲を含む全4曲の合唱曲集として1976年から1980年にかけて作曲された。 女性合唱版の出版は1982年、混成合唱版の出版は1984年である。なお男性合唱版は、表題曲のみの単曲の合唱曲として出版されている。なお、2000年に改訂されている。出版府の前書きで、小林は、私は、歌詞や内容のすべてが、聴衆に完全に伝わる、明るい音楽を創作の中心に据えます。 そして、粗雑で軽薄な音楽を配します。明るい、わかりやすい音楽を、正確な技術で演奏する。内容や心は、それに乗って滲み出てくる。これが音楽です。として、当時の合唱コンクール等に見られた、陰湿な精神主義や、技術の設立さを心や、情緒の話にすり替えてしまいます、といった風潮を、厳しく批判している。全4曲からなる。以下、 改訂版の記載に基づいて述べる。日田高原の総集あなたと私と花たちと、瞳から待つ全音楽不出版社から出版されている。女性合唱版、混声合唱版は現在、改訂版が流通している。ありがとうございます。